チアリフジは、1955年2月27日に公開された日本映画である。東映制作、配給。1954年に中国から復員した内田友監督の戦後第一作で、1942年の鳥リスネーモン以来13年ぶりの監督作品となる。本作は1927年に井上金太郎が原作、脚本。 監督を務めた、同中きを再映画化したものであり、原作として、井上の名前がクレジットされている。また、ゴンパチ役で主演した、月形龍之介は本作に、旅の男役で、現代役で出演した杉教授も殿様役で、それぞれ出演している。牧野正弘の実定である、プロデューサー牧野光雄が企画し、企画協力には、伊藤大輔、小津安二郎、 清水博士が参加した。演出中の内田と虫君のやり持ちとして、東海道を江戸に向かう主人公のゴンパチが道中で出会う様々な人たちの人間模様を描くとともに、酒の異世界から虫君を殺されたゴンパチが仇打ちをする姿を通して封建制度の理不尽さを描いた。また、ラストシーンに海浮かばを流して内田の戦争体験を反映させている。しかし、 鈴木直行によれば、内田が、この当時住んでいた、清瀬の引上げ者住宅では、中国長期滞在者だった。内田の監督復帰第一作なら、イデオロギー的に左翼的なものと期待していたにも、かかわらず、海浮かばが使われた映画だったため、住民たちが、一斉に反発し、内田夫妻は、転居を余儀なくされたという。作曲家の小杉田一郎が初めて映画音楽を、 手がけた作品で、以降投影作品を中心に、多くの映画音楽を手がけた。また、ゴンパチ役の片岡知恵蔵の実施である、植木元春と植木知恵が子役として出演している。仲間家業のゴンパチは、東海道を、若様、雑魚小十郎のやり持ちを務めて、友の玄太と江戸へ向かった。同じ道を旅する一行は、小間物商人の伝授。 身売りに行く田舎娘を種と,と牢屋の値えしげ作、あんまのやぶのし、巡礼、旅芸人のおすみ、母子、挙動不審の藤三郎という男、最後にコンパチの槍に見とれた、不老児の次郎党である。折から、街道には、大泥棒風の六江門仙義の触れ書きが回っているが、コンパチはそれところではない。ほがらかで、気立てが優しいが、修羅癖のある若様を守って、 旅を終わるのが主名である。友の玄太が酒好きなので気が気ではない。一行は、袋井に一宿したが、藤三郎が大金を持っているのに目をつけた伝授は、さては、大泥棒と付け回すが、隣室で、ヤブの死に肩を揉ませている巡礼こそ、大泥棒六衛門なのである。その夜、お墨の使いを受けて、コンパチも悪い気がせず、外へ出ると、 その暇に小十郎は玄太を連れて酒を飲み始めたが、駆けつけたコンパチに生成られことなきを得た。また、旅が始まったが、大井川の近くでどこかの馬鹿殿様が始めたのだてのため通行止めになり、大井川を前に超刀流となった。隙を狙って六右衛門は、馬鹿殿のロギンを盗んだが、うっかりして顔を見知られた二郎に発見され、気合わせた、コンパチの槍に、おじけが出て、 簡単に戒めについた。あたい主芸作が、世間九兵にお種を渡して帰ろうとすると、藤三郎に引き止められた。五年前預けた娘を引き取るため、河川に貯めた金を持ってきたのだが、娘は亡くなっていたのだ。小十郎は、素朴な人々を見て、武士の世界に嫌気がさし、また、源太と居酒屋に入った。ゴン八の駆けつけた時は遅く、小十郎と源太は、 酔いどれ節の手に無残な最後を遂げていた。数日後、骨箱を抱えて国元へ出発するゴンパチがいた。映画の旅人によれば、満州や満州映画協会で闇の王だった天春正彦の最後を見取った内田の経験が重なっている。天春の葬儀でも海床場が流されたという。鈴木著施設、内田と無殿。ありがとうございます。